で今日は、2月22日ということで、なんか猫耳をつけろという指令が出ておりまして、はい、あ、いいですかもう、はい、いつもあ、いいですか、いいですか、はい、来たな息を揚々と来たな、マネージャーの牧野と呼びます、はい、よろしくお願いします。それあのさ、あの始まる前もさ、すっごいシャカシャカ書いてんの、なんかすっごいシャカシャカ書いてて怖いなと思って、今日何やらされるのかなと。いや、楽しみですよ、うん、楽しみでしょ、うん、声優だから猫耳をつけたら猫になれる説、イエーイ、ないかな、猫にはなれます、猫にはま、ま、まあね、そうね、いつもあの実質猫やからみたいな感じでは言ってるけれども、なんかほら、いつもの感じだとさ、まあ、セリフをさ、はい、読まされるわけじゃん、はいはいはい、猫で、はい、セリフでっていうちょっと怖さがあるの。あー、でもさ、猫ってさ、うん、にゃって言っときゃいいやんにゃって言っときゃいいやん、にゃって言っときゃ、うん、語尾に、語尾に、うん、なんで、うん、にゃっていう感じのね、ゴビニャっていう感じのセリフをね、そういう感じ、3つほど考えてきます。あ、そういう感じね、よさげに読んでいただければ、よさげに、はい、あ、なるほど、ぶん、はい、投げられる感じ、あ、そうです、はい、あ、そこも声優なんでお任せします。あ、そうね、はい、そうね、よろしいでしょうか、はい、はい、見てみないでください、何も言わせない、早くやりましょう、はい、どっから行くかな、あ、でもやっぱね、猫っつうのはやっぱツンデレじゃないですか。あ、まあね、やっぱりツンデレじゃないですか、ということで、ツンデレのセリフ定番のやつをやっぱニャで、はい、もう猫じゃないんじゃ、もう猫じゃないんよ、ちゃんと喋ってるじゃん、ちゃんと喋ってます、あ、やだなー、やだなー、これもやっぱりあれだね、こうなんか顔が映ってんのがやだね、やだよね、前回も顔映ってた、映ってた、これ系は全部映ってる、これ系は全部映ってる、我慢して我慢して今のマネちゃんの顔見せてやりたかったな、我慢していただいて申し訳ねえみたいなこれは絶対みたいな感じだったけど、そうしよう、あー、オッケー、はい、ツンデレでね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 、別にあんたのために猫ににゃったわけじゃにゃいんだから、勘違いしないでほしいにゃ、満足ほかほかじゃないほかほかじゃないよかったよかった、なんだかよかったなんか顔頑張ってきてよかったなじゃあ2個目、はい、猫っつうのはね、うん、やっぱあのちょっとわがままなところも、ああ、そうだね、うん、ご飯くれってすごい来るからね、そうそう、お悪魔チックなところ、そこが可愛いんですよ、うん、そうね、それを表現した遊びを考えてきました、こちらです、ミルクっていうあの、うん、ワードを入れようかちょっと迷って、迷った結果、はい、YouTube 的にやばいかなと思ってみました。なるほど、自主規制が働いた。はい、やりました一応。ありがとう。はい、ここで。これがちょっと譲れないなっていう。はい。猫だからこれ。はい、猫だからね。はい。うん、じゃあ、皆さん、よろしいですか。はい。皆さん、怖くない。お腹すいたにゃー、おいしいもの早く食べさせてほしいにゃ、えー、もうなかなか食べてないじゃないですか、超怖くまじゃん、もう何なのか分かんなくなってきた、なな怖くまも何もにゃ、何にゃなんだかよかったなんかいい、なんか分かんないけどよかった、わかんないにゃ、わかんないにゃ、猫の日だから、あ、そうね、今日猫の日だから、うん、じゃあ、はい、なんか猫ちゃんって気づいたら、なんか膝伸びみたいとか、
そうだね、うん、近くにいるよね。だいたいさ、なんか割と寝るときに、うん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 、一緒に寝てる気があるのかな、うんうん、はい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 、一緒に寝たいなっていうのをアピールするような感じでやってみました。はい、これなんですけど、今の怖くなったさ、うん、任せてみて、うん、今回は完全に丸投げします、うん、はい、丸投げ少ない好きなやつをします。ああ、もうご主人様とか言うんだ、はい、言うんだね、あのまあそうだよね、いいなって、うん、いいなって言って、なるほど、ちょっと冷蔵の時すごい良かったから、ね、合わせ合わせ、ね、はいはい、いや、それでは眠たい猫ちゃん、眠たい猫ちゃんね、はい、3、2、1、もう眠たいにゃ、ご主人様も早く一緒に寝るにゃ、おやすみなさい。よっ、声優、さすが。いいぞ。オッケーです。だって、うーんって書いてないの。オリジナリティ言えちゃったもん。ありがとう。もう、この観客をね、あの、最大限に楽しませる。パフォーマンス力。素晴らしい、いやエンターテイナー、恥ずかしいよ恥ずかしいよもう大満足だね、大満足、マネちゃんが幸せそうでよかった。今日だったらロリ封印したの。そうだね、封印してる。あまりにもロリコンって言われますよロリ封印した。いや、まあでももう消えないと思うよ、うん、みんなの中からマネちゃんの印象の変態ロリ好きっていうのはやばいじゃん、ギセットだから。次ね、なんか何とかの人だったらね、うん、あと何かやりたいなと思ってます。あ、冷たい、一番楽しい、今日久しぶりだったからね、はい、なんか久しぶりだったのにね、やっぱりね、すごいなんか削られるものがあるなやっぱりね、うん、やっぱり慣れないなと思って、そうね、ちょっと久しぶりだったしね、はい、頑張りました、ありがとう、素晴らしい、皆さんも楽しんでいただけたらなと思いますか。みんなが楽しんでくれたらそれでいい。OK、よかった。はい、ありがとうございます。はい、それでは今日のフルニャさん良かったよって思ってくださった方は、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。よかったよ。ありがとう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。にゃい。